はい、ファンコイさんです。ご報告があると。ですね、若干話題になりました。話題になりましたね。運送事故の件ですが、はい、ヤマトが使えなくなってしまいましたっていう話だったんですけども、うん、使えないこともなくなりました。はい、はい、結論から言うとね、はいはい、あの後ね、はい、電話があって、はい、ヤマトの偉い人なんですけど、ちょっとお話し、しに行っていいですかみたいな話があって、はい、ああ大丈夫ですよっていう、で、うんうん、話をしたのよ、うん、で、ちょっと動画見たんですけど、うん、ちょっと内容と事実じゃないことがあったので、はい、それ訂正させてくださいっていう話で、はい、まあ俺たちは本当に言われたことをそのまま喋っただけなんだけど、うん、ちょっとそれは事実と違うんで訂正させてくださいっていうことで話に来られまして、はい、ただその内容に関してはその動画とか上げないでほしいみたいな話だったんで、はい、ここでは深く言わないんですけど、はい、とにかく訂正させてくれっていうことと、その使えないっていうこともないです、うん、っていうことを言うっていう話で落ち着いたんで、うん、まああんまりその内容について深くちょっと掘り下げるつもりもないけど、うん、使えないことはなくなったってことは、うん、ちょっと報告しないといけないなと思って。ああ、なるほどね。はい、ご苦労になりましたと。対応してくれたヤマトの方がこういう理由だからもう使えませんよって言ってきたことは間違ったってことですよね。そう、間違ってたということを訂正しに来てくれたってことですね。で、引き続きよかったらってやつですよね。そう、ただなんかやっぱりそのトラブルはやっぱお互い避けたいんで、うん、もうちょっとこうしましょうっていうなんかこうね、話し合い的な感じになって、うん、まあ一応丸く収まってるか。はい、よかったです。で、なんかあれだよね、その発送の時にちょっと保険をかけなきゃいけなくなったんだっけ。まあ今後はかけてもらった方がいいかもしれない。それでもそのなんか年間契約みたいな保険があるらしくって、うん、そういうのをちょっともしかしたらお客さんの方に負担させることになっちゃうかもしれないけど、はいはい、一応ヤマトさんがどうしてもいいっていう人にはこちらも対応できます。対応ができるということになりました。はい、っていう感じですかね。なるほど。そうそう、それで佐川さんの方にはあの後すぐ話進めちゃったんで、はい、基本的にはやっぱ佐川さんをちょっとしばらく使ってみようかなってことで、はい、使います。今後そのホームページにちゃんと配送に関してのページをちゃんと作って、基本的にはうちは佐川だけど、ヤマト使いたい人はこういう保険とかこういうことがありますよっていうのはご案内記載すると思うんで、ひとまず皆さん お騒がせいたしましたと。え、そうですね、はい、無事解決しましたと。そうだね、なんか、はい、まあいい感じに解決しね、はいはい、とりあえずひとまずは佐川さんをちょっとメインで使わせていただいて、はい、どうしてもヤマトさんがいいっていうお客様はですね、一回ちょっとお申し付けいただければ対応しますと、はい。運送事故結果報告で、ございました。今後ともよろしくお願いいたします。ファンコイさんでした。